皆さん、現場からどうもです。8年ぶりマイクラのキットです。撮影する予定は全然なかったんですけど、今、急遽録画を開始しました。拠点から離れた大きめの洞窟を探索してたんですが、キットさん、ついにあれを発見しましたよー。このサバイバル生活パート54でも発見できなかったあれです。洞窟なのでお気づきの方もいらっしゃると思いますがー。こちらでーす。じゃじゃーん。ほらほら、あれ反応した洞窟じゃないですかね。ちょっと暗すぎるので先には進めませんが、あの感じは間違いないですね。やったでー。ついに見つけたぞー。というわけで、暗視のポーションを作ってきました。周りを明るくして湧き潰ししながら進めていこうと思います。おお、なかなか広い空間ですね。あ、雲だ。暗視のポーションのおかげで、敵モブの位置も把握できるのでいいですね。スケルトンの矢が痛いので盾を作ってきました。あと、暗視のポーションも追加で作ってきました。おかわりポーション。奥まで結構続いてるっぽいです。よし、探索続行。おお、あれは胞子の花、スポアブロッサムじゃないですかねー。おお、やりましたー、ついにご対面。近くで見ると綺麗ですねー。やったぜー。いただきます。胞子の花、スポアブロッサム、初ゲット。嬉しい。周りの苔ブロックも集めておこう。はい、ゲットした胞子の花。実は、この再生の塔に使いたかったんです。胞子のようなエフェクトが、この再生の塔に神秘性を与えてくれそうです。つけたい場所は前から決めていて、集団の四隅につけようと思っています。本当は四隅すべてにつけたいので、胞子の花も4つ欲しいところなんですよねー。でもまあ、1つでも見つかったのでよしとします。ここにつけようと思います。ほらほら、塔の外でも胞子のエフェクトが見えるのでいい感じじゃないですかね。残り3つの胞子の花をつけることができれば、この再生の塔はさらなる進化を遂げるでしょう。どんな進化を遂げるのかは先のお楽しみです。はい、繁茂した洞窟に戻ってきました。繁茂した洞窟で忘れてはいけないのが、ウーパールーパーですよね。せっかくこの洞窟を見つけたので、ウーパールーパーも連れて帰りたい。しかし、周辺を見渡しても池というか、水源を見つけることができなかったので、ここは人工的に池を作ってみようと思います。ウーパールーパーの湧き条件としては、池の底は粘土ブロックにするということと、池の高さは2マス以上が必要らしいです。なので、この条件をクリアした、小さい池を作ってみようと思います。よし、池はこれで完成ですね。暗い方が湧きやすいという情報も見かけたので、念のため、外枠と天井を作っておきます。よーし、これで離れて様子を見てみましょう。全然湧きませんねー。ウーパールーパーじゃなくて、コウモリが湧きました。もしかしたら暗さが足りないかもなので、完全に池を囲んでみます。遮光ガラスを使って、外からでも確認できるようにします。よし、これでどうかな？もう一回離れて様子を見てみましょう。ダメだー、全然湧きませーん。なんでだろう？池が狭いのかな？それとも人工的な池は湧かないのかな？離れて様子を見ているときに、ちょっと周辺を探索していたのですが、
天然で広めの水源を発見したので、そこの一部を粘土ブロックにして試してみるかな。その場所がここなんです。暗視と水中呼吸のポーションを作ってきたので、この水源で試してみようと思います。よし、これで完璧。ほらほら、ヒカリイカがスポーンしてます。これは期待できますね。おお、これは綺麗ですねー。よし、この辺りに粘土ブロックを置いてみよう。と、その前に鉱石ゲットです。はい、粘土ブロックを設置してから、約30分離れて放置してたんですけど、ヒカリイカしか湧きませんでしたー。それから色々調べてたんですが原因がわかりました。人工的な池を作った場所とこの天然の水源。なんと、繁茂した洞窟ではありませんでした。きっと3は大きな洞窟がすべて、繁茂した洞窟のエリアだと思っていたのですが、人工池と天然の水源の場所周辺は、ただの洞窟エリアだったようなのです。というわけで、しっかりバイオーム名を確認して、今度こそ繁茂した洞窟に、人工池を作っていきたいと思います。よし、これでオッケーかな。最終確認をして、もう一回離れて、様子を見てみようと思います。おお、黄色いウーパールーパー。やりましたー、ついにご対面です。しかも熱帯魚もスポーンしてますね。早速ゲットしましょう。やだぞー。進捗も達成してウーパールーパー初ゲット。めっちゃ嬉しいー。繁殖させるために、もう一匹捕まえておこう。よし、これでオッケーですね。そしたら拠点に戻って、ウーパールーパーの住処を作ろう。気合を入れて頑張ります。というわけで、早速現場へ移動します。というのも実は、ウーパールーパーの部屋は作ってあるんです。このサバイバル生活のパート28でもちらっと紹介していました。はい、ここになります。1年半前に紹介してから手をつけていないので、これを見て、見たことがある、と思った方は間違いなく古参になりますよー。というわけで、この深くなっているところを、ウーパールーパーの住処にしていきます。それでは、壁側から作っていきましょう。まずは、このくぼんでいる部分に、かぼちゃ照明と鉄柵を置いていきます。1年半前からくぼませていたということは、大体のイメージがあったとは思うのですが、全然思い出せません。壁は石レンガにしようとしてたのかな？今は砂も結構集まっているし、砂岩ブロックで少し明るめにしてみようかな。よし、壁を砂岩ブロックに置き換えました。壁を砂岩ブロックにしたのは、そこの部分を砂にしたかったからなんです。色合いを合わせたかったんですよねー。よし、そしたら砂埋めを速攻でやっていきます。はい、そこを砂にして照明を置いて、水を張ってきました。この時点でウーパールーパーが住める環境にはなったのですが、海藻とか昆布とかシーピクルスとかを植えて、それっぽく装飾してみようと思います。本当はサンゴとかも置いて華やかにしたいのですが、未だにサンゴ礁を見つけれていないので、苔ブロックで代用します。サンゴ礁、本当にあるんですかね？ヒットさんが全然冒険しないからやーってツッコミが聞こえてきそうです。まあ、それはそうなんですけどね。次回のパートは冒険に行きますので、楽しみにしておいてくださいね。
話している間に完成しました。緑がいっぱい、ウーパールーパーの住処の完成です。ウーパールーパーを話してあげましょう。おお、元気よく泳いでいますねー。気に入ってくれたかな。この広さで2匹はちょっと寂しいので、もう一回ウーパールーパーを捕まえに行きたいと思います。ピンクのウーパールーパーはまだ捕まえてなかったので捕まえます。よし、ピンクも捕まえれたので持ち帰りましょう。いいですね、少し賑やかになった気がします。はい、というわけで今回は半もした洞窟を見つけることができて、念願のウーパールーパーを捕まえて住処を作ったパートになりました。いやー、ようやく見つけれて嬉しかったです。いろんな洞窟を掘り掘りしててよかったです。次回は 1.20 要素を見つける冒険パートです。どんな出会いが待っているでしょうねー。今からワクワクです。このキットさんのまったりマイクラライフが気に入っていただけましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。コメントなども嬉しく読ませていただいております。本当にありがとうございます。次回もぜひ見に来てくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。